と待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと投稿したいものがあって。ごめんごめん、溜まり込んじゃってる。おふちゃん、明日でもいいですか？おう、なかなかさん、ありがとう。桜タワー、なんかさ、始まってからも全然最後っていう実感が湧かなくて、でもああもうこんな形で話をすることもないのかもしれないって思ったら、だんだんと実感が湧いてきて、なんかねすっごい寂しくなったけど、でも笑顔で終わりたかったから、思ってたけど泣いちゃったセレモニーでなんか一期生でこうやった時に、7年間一緒にやってきた仲間だからね、最後までいたの、ありがとう。なんか何回かねお話ししてる最中もおるってなったんですけど、なんかやっぱ仲間がいるとこう強がってたものがなくなっちゃうねそう、でもセレモニーのスピーチも全然喋れなくてごめんなさい急に泣いてる、急に泣いた、本当に。うん、パフィンさん、桜タワー
ありがとうございます。パーヒンさんありがとう。どうです。ポストするね。あれね、みちが高尾さんのほっぺにキスした動画めっちゃ見てる。あれね、なんかサーヤンにさ、どんな反響があったって言ったらさ、なんかうわーって感じでしたみたいな感じで言われて絶対嫌がられてるやんっていう話をしました。みんなありがとう。サンちゃんの誕生日もお祝いしたかったんよ。やばいやばい、時間がない。壇上読まなきゃ。どうしようどうしよう、読みます。13位マクールさん、12位 MK さん、 VG ブルーさん、10位和則さん、9位井上千尋さん、8位ドリクメダイブリーフォスマズさん、7位長谷川さん、6位うまちゃんさん、5位一旦座ってもらっていいですかさん、4位ありくんさん、3位ザッキーさん、2位ふーさん、1位中田彦さん。おひいさんもありがとうございました。また会おうね。